ラベル・ライアン・モリソンは、イングランド・マンチェスター出身のサッカー選手。ジャマイカ代表。ポジションは MF。2009年に、マンチェスター・ユナイテッド FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチーム昇格した。10月16日、フットボールリーグカップのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦でプロデビューを果たした。2012年1月31日、 フットボールリーグチャンピオンシップのウエストハムユナイテッド FC に3年半契約で移籍した。3月17日、リーズユナイテッド AFC 戦で移籍後初出場を果たした。2012年夏、バーミンガムシティ FC にレンタル移籍した。2014年2月19日、クイーンズパークレンジャーズ FC にシーズン終了までレンタル移籍した。 同年9月23日、12月26日までの短期ローンでエフルチャンピオンシップのカーディフシティ FC に加入した。2015年 SS ラツィオに移籍した。2019年2月14日、半年間の契約でスウェーデンのエステルスンド FK に移籍した。2019年7月16日、シェフィールドユナイテッド FC のトライアルに合格し1年契約を結んだ。 2020年9月21日、アドデンハーグに移籍し、1年契約を交わした。また、これにより、クラブ史上初のジャマイカ人となった。2021年1月9日、アドデンハーグとの契約を解除したと発表された。ここまで公式戦5試合出場にとどまっていた。2021年8月7日、エフルチャンピオンシップのダービーカウンティ FC に1年契約で、 加入。イングランド代表として各年代でプレーしていたが、フル代表はジャマイカ代表でプレー。2020年11月に初招集5日のサウジアラビア戦でジャマイカ代表デビューを果たした。ありがとうございます。